まさかこの部屋にこんな仕掛けがあったなんて。しかも足跡を見る限り頻繁に使っていそうだけど。ふん、マルコーニあたりが機器として使ってるんだろう。となるとこの先が奴の資質か。そういや会長室とかそれっぽいのはなかったよな。この先に何か手がかりがあるかもしれませんね。よし、降りてみよう。ひょっとしてそこがマルコーニ会長の部屋？無駄に豪華そうだし、それっぽいかもしれねえな。とにかく中に入るぞ。いい加減連中が消えた手がかりを見つけなくては。未登録の侵入者を探知、待機モードを解除します。みんな下がってください。これってカラクリどもの親玉ってわけかよ。迎撃モードに移行、対象者数減、武装を確認します。ムスタングを展開、これより迎撃行動に入ります。遠隔操作の攻撃ユニット、お前たち気合を入れろ。総力を持ってこのデカブツを撃破する。はい。もらったぜ。さあ行くぞ。よし。私の番です。分析を開始しました。ここ、よっしゃ。私の番です。分析を開始しました。さあ行くぞ。気合を入れろ。さてと、ガンナンボーバルドライバー、電圧出力最大。任せて。任せろ。
私の番だな。いやいやいや、私の番です。私の番だな。私の番ね。とんでもないあいつだったな。ああ、なんで今のヘイユエにぶつけなかったのか不思議なくらいだぜ。まあ、おそらく制御が難しかったからではないかと。専門の技術者がいなければ暴走する危険もありますし。もし市街地に放たれていたら大変だったでしょうね。はあ、まったくだ。よし、最後の障害も突破した。部屋の中を調べるぞ。はい。贅沢そうな部屋ですね。さすがにあの議長さんの部屋ほどではありませんが。まあ
あれと比べたらな。で、あ、ティオスケ、迂闊だろう。何を今さら焦っている。シュバルツオークションについての経緯などとっくに聞いている。一家としては長年狙っていた獲物を横取りされた気分だがな。それはともかく、やはりここが会長室みたいですね。どうやらルバーチ商会の中は一通り調べ尽くしたようですが。ああ、結局マフィアは一人も残っていなかったし、失踪者もここにはいないようだ。何か手がかりがあるとしたら、この部屋以外にはありえん。時間が惜しい。全員で手分けをして調べるぞ。はい。さぞいろいろなものが見つかりそうですね。ここにあるのは密貿易に関するファイルか。おおよそ把握してたとはいえ、ここまでの規模だったとはな。け、正式な令状があれば確実に禁錮100年は食らわせてやれるのに。例のシュバルツオークションの目録があるわね。入手経路から落札者に至るまで詳細にまとめられているけど、あの怪盗 B が盗んだという希代の名画まで扱っていたなんて。これが公になったら周辺諸国でも大騒ぎになりそうだわ。武器の密輸ルートに関するファイルがあるな。俺の知ってるルートもほぼ網羅されてある。ガルシアのおっさんの両兵時代の人脈ってところかね。クロスベルの製材会との贈収賄リストがありますね。例の議長さんだけでなく、帝国派議員、局長クラスの役人、さらには警備隊の司令ですか。逆にいくつかの企業からは暴力でトラブルを解決することで多額の謝礼を受け取っていますね。あ、最近のものでは警察局長と共和国派議員の名前もあるみたいです。一家に圧力がかかったのも当然かもしれませんね。クロスベルの製材会との例の議長さんだけでなく、逆にいくつかのラインフォルトからベルヌまで最新の武器を仕入れまくりかよ。どんだけミラを溜め込んでんだって話だな。今年の目録もあったけど散々な結果だったみたいね。微妙に後ろめたい気分だけど、まあ自業自得よね。ここにあるのは密貿易に関する証拠だ。正式、ここにあるのは密貿易におおよそ把握してたとはいえ、正式。ピッキングツールで解除するのは難しそうだな。となると部屋の中を探してみるか。さすがに高そうな酒ばっかりだけど、ひょっとしたらビンゴ。手下たちが間違っても触れそうにはない場所。ま、定番の隠し場所だよな。よし、開いたか。いくつかファイルがあるけど、どれどれ。あった。やはりマフィアが薬物を、そしてクノーシス、例の教団が作った薬物か。一体どういう関係が。あれ、高
宝箱の隅に何か。これは警察の。失踪した市民たちは全てリストに記載されていた。これでマフィアが薬物を広めた裏付けは取れたわけだ。そして例の教団が作ったというグノーシスとやらか、一体どうしてマフィアがそんなものを。入荷リストによると何者かの提供を受けているのは間違いなさそうだけど、やはりその人物が教団関係者なのかしら。間違いないだろ。書類によると数年前から付き合いのある人物みたいだ。軍用犬に薬物を投与して簡単にコントロールする技術なんかも提供していたらしい。なるほど。軍用犬を訓練するのは両兵団でもかなりの手間がかかる。あれだけ大量に使ってたのはちょいと違和感があったんだが、全てはその教団関係者が協力していたというわけか。しかし一体何者だ。やり取りの頻度から見てクロスベルの人間であるのは間違いないようだ。わかりません。ですが失踪者たちの行方もマフィアたちの不在の理由も全てはその人物が握っているのではないかと思います。私も同感です。おそらくあの青色の錠剤は数年前に使われていたグノーシスの改良版。その人物が完成させてマフィアに提供したのでしょう。ティオちゃん大丈夫だ。俺たちがついている。もう二度とティオに悪夢は見させない。ロイドさん、まあどうやらぶちのめすこと確定の下道みてえだしな。しかしそうなるとどう炙り出すかが問題か。そうね、人手が圧倒的に足りないわ。消えたマフィアへの対処と失踪者の捜索に加えて空港の爆破予告もあるし、上層部の圧力がなかったらなんとかなったんでしょうけど。まさか警察局長までには完全に取り込まれていたとはな。そうでなければ全警察を挙げた対策本部を設立できた者を、恥を知るがいい。警察の面汚しが。ダドリーさん、提案があります。遊撃士協会に協力を要請しませんか。その手があるじゃねえか。バカなことを言うな。そんなことをしたら警察内部の恥をギルドに暴露することにも。仕方ないでしょう。警察全体のツケなんですから。見て見ぬふりをしていた俺たち全員の責任です。恥くらい甘んじて受けるべきではありませんか。確かにこうしているうちに失踪者たちがどんな目に遭っているか分かりませんし、消えたマフィアどもが何をしでかすかも分からねえよな。もう対面を気にしている場合ではないと思います。セルゲイさんもとんだ部下どもを集めたものだ。いいだろう。ギルドとの交渉はお前たちに任せた。私は私で上層部の目を盗んで動ける人間を一課から確保しよう。場合によっては二課からの協力も得られるかもしれない。ダドリーさん感謝します。聞き入れてくださって。勘違いするな。現状ではそうする以外選択肢がないというだけだ。それよりもバニングス、そのバッジのことはいいのか。傷ついた警察気象。本当にお前の兄貴のバッジなのか。ああ、
多分そうだと思う。ティオも見覚えがあるんじゃないか。はい、多分例のロッジ制圧の時についた傷だと思います。勲章だって言ってました。なるほどな。道理でうるさく言っても新品と交換しなかったわけだ。ダドリーさんは兄貴と同僚だったんですよね。兄貴が捜査一課に移ってから。まあな、正直一課の水には全く合わない男だった。強引かつ無鉄砲、独断専行ばかりが目立って、私とは特に反りが合わずに事件をめぐって衝突ばかりしていた。だが優秀な捜査官だったのは一家の誰もが認めていた。もちろん私も含めてな。ダドリーさん、奴が殉職した時、私たち一家の人間の喪失感は予想以上のものだった。反りは合わなかったが、どこか奴の破天荒な行動力に期待していたところもあったんだろう。必死になって犯人を探したが、結局手がかりは見つからず。すまない、お前には辛い思いをさせたな。よしてくださいよ。単独捜査をしてた兄貴にも問題はあったみたいだし、そんな風に兄貴の死を受け止めてくれていただけで俺としては十分です。そうか。しかしここに来て改めて容疑者が浮上したわけだ。もちろん当時からもその可能性は疑われていたが、これでやっとお前も兄の無念を晴らすことが。いえ、今は兄貴のことはいいんです。それよりも解決しなくてはいけない問題が山ほどある。それを片付けてから考えます。ロイドさん、本当にもう生真面目なんだから。まあそれがこいつのこいつたるゆえんだろう。わかった。それでは今はお互いやるべきことをやるとしよう。あの尺に触るくらい破天荒で前向きだった男に負けないためにもな。はい。さすが皆さんです。さすが皆さんです。ふーん、なるほど。お兄さんたちもやっとそこまでたどり着いたみたいね。出席者も揃って招待状も届けられた。これでパーティーの準備は全部整ったのかしら。先にお兄さんを見つけるのはエステルたち？お兄さんたち？それとも相変わらず全てが見えておるらしいな。自信過剰じゃないわ。レンに見えるのは絡まり合ったシステムだけ。お互い別々に作動する因果がこのクロスベルという場でどんな織物を編み上げるのか、それが見えるというだけよ。なるほどな。マフィアとレイの教団が何をするつもりか知らんが、少々騒がしくなりそうだの。まあこれも自業自得、いや
因果応報というものか。ええ、あの灰色の町が積み重ねてきた因果の報いというべきかもしれないわね。てっきり結社の関与もあるかと思っていたのだけど。この地は結社と教会の干渉地帯にもなっておるからな。法王は騎士の活動を禁じ、名士は執行者を派遣しない。まあ、あくまで建前としてはだが。おじいさんの工房がある時点で怪しいものだけど、まさかクロスベルの動力ネットに介入できる変革システムまで用意してるとは思わなかったわ。おかげでレンも退屈しなくて済んでるけど。お前さんの役に立ったのなら、用意した甲斐があったというものだ。あやつが押し付けてきた時にはぶち壊してくれようと思ったが。相変わらず博士と仲が悪いのね。13工房の管理者にして使徒第6中ノバルティス博士、精神のネットワークがあるのに今さらエプスタインの試験運用に何の興味があるのかしら。あやつのことだ。どうせろくでもない企みのために役立てようと思っとるのだろう。まったく、開発途中の実験策を適当にばらまきよって。お兄さんたちが戦ったあの赤い武者さんね。モニターで見た限りではなかなか優秀な子みたいだけど。やはり自律的な状況判断と柔軟な行動選択に難ありだな。なかなかお前さんの相棒のようにはいかんさ。でもレンがここにいるのは博士も気づいているんでしょ。レンはともかく彼について何も言ってこないのかしら。今のところはだんまりだな。どうやら新しい機体の開発に熱中しておるようだ。まあ課題だった姿勢制御と関節部分の構造強化も完了した。あやつに余計な口を挟ませる隙は見せんさ。ありがとう。これでやっと最後の賭けが始められるわ。そんな顔しないで。人形繰りを教えてくれたり、偽物の人形さんを作ってくれたり、こうしてかくまってくれたり、おじいさんには感謝してるわ。なに、大したことはしておらんさ。それよりも今日は忙しくなるのだろう。少々早めだが、午後のティータイムとしよう。長い一日になるわ。多分この実習が始まって一番長い一日にね。なるほど、そんなことになっていたとは。失踪者の噂についてはこちらも掴んではいたけど、今回は完全に出遅れちゃったわね。しかもよりにもよってあの教団が出てくるなんて。そのアリオスさんも6年前の教団事件に関わっていたんですよね。残党が残っている可能性はどのくらいあると思いますか。そうだな、確かに全てのロッジは制圧されたが、地下に残党が潜った可能性はあり得る。犯罪組織などが手を貸せば潜伏は非常にやりやすくなるだろう。
まさにルバーチェなんかうってつけの隠れ蓑だったわけか。でもどうしてそんなリスクの高いことを。計算高いマルコーニ会長にしては少し違和感を感じますけど。確かにあの教団の残党をかくまったりしていると分かったら放っておかないところは多いはずよ。うちはもちろんだけど、教会とか例の結社とかもね。となるとまだ見えていない事情が存在しているんでしょうか。ああ。しかしそれを確かめている余裕はなさそうだ。今は手分けしてマフィアと失踪者たちの行方を追うべきだろう。おそらくそれが教団の残党の正体をあぶり出すことにもつながるはずだ。あの、それでは協力体制を結ぶってことでそっちもいいのかよ。ええ、こちらも依存はないわ。市民から失踪者が出ている時点で私たちは無関係ではいられない。それに薬物被害についてもね。助かります。どうかよろしくお願いします。あ、こちらこそ。そうと決まれば役割分担を決めておきたいところだが、エステルたちはともかく他のメンバーはどうしている？幸いスコットとリンたちにも緊急の仕事は入っていないわ。エステルちゃんたちを含めたら総勢7名は確保できるわね。よし、全員に招集をかけてくれ。今日中に目ぼしい場所は回れるようにしておきたい。オッケー、それじゃ連絡してくるわね。相変わらずのフットワークの良さですね。それが俺たち遊撃士の最大の強みでもあるからな。そういえばセルゲイさんはこのことを了解しているのか？ええ、協力体制についてはすでに許可をもらっています。アリオスさんによろしくと言っていました。そうか。そのアリオスさん、警察にいた頃は課長の下で働いていたんですよね。俺の兄貴と一緒に。ああ、セルゲイさんと俺とガイ、たった3人で捜査1課以上の実績を打ち立てた警察史上最高と謳われたチームだが、5年前、俺が一身上の都合で警察を辞めてからチームは解散した。セルゲイさんは警察学校に移動し、ガイは捜査1課に移り、その2年後、ガイは殉職を遂げた。俺が警察を辞めなければ。無論そんなことを言うつもりはない。俺は俺の事情と決意を持って警察とはたもとを分かったからだ。だがそれでも未だに思い出すことがある。あの輝かしい日々を、癖の強い上司と破天荒な相棒と共に過ごした歳月のことをな。だから正直お前たちが羨ましいくらいだ。天下の風の牽制にそんなことを言われるとはね。どちらかというとギルドの風通しの良さが羨ましいくらいですけど。警察には警察の、ギルドにはギルドの役割がある。いかなる権力にも屈せず、普遍的な理想としての正義を追い求めるのがギルドなら、権力という矛盾を抱えながらそれでも正義を追求するのが警察の役割だろう。お前たちが感じてるであろう様々な矛盾や理不尽な状況、かつては俺も感じたものだが、今となってはそれもまた価値のある経験だったと思う。権力という矛盾を抱えながらも追求する正義。兄貴もそれを追い求めていたんでしょうか。ああ、俺はそう信じている。だからこそセルゲイさんも支援課の設立に尽力したんだろう。説教めいたことを言ったようだ。お前たちはお前たちで答えを見つけるといいだろう。多分あいつも
それを望んでいるだろうからな。はい。難しい宿題だな。ただいま。エステル、ヨシア、それにしずくちゃんも。今日はとっても可愛い服ね。ありがとうございます。こんにちは、皆さん。お邪魔しています。おーおー。外出日を満喫してるみたいじゃねえか。俺に急用が入ったので彼らが付き添ってくれたんだ。エステル、ヨシア、面倒かけてすまなかったな。気にしないで。しずくちゃんと一緒にいられてすっごくラッキーだったもん。ほっぺがプニプニのところも存分に堪能させてもらったし。エステルさん、まったくもうおじさんじゃないんだから。ところでミシェルさんから聞きましたけど、なんでも警察と非公式に協力することになったとか。ああ、他の連中が集まり次第説明させてもらおう。ロイド、できればお前たちも同席してくれ。はい。それではしずくちゃんは責任を持って預からせてもらいます。こちらは課長もいますし、頼りになる警察犬もいますから、どうか安心してください。ああ、よろしく頼む。しずく、いい子で待っていてくれ。うん、お父さん。そのお父さんたちも気をつけてね。ああ、心配するな。もう少し人手が足りてればよかったんだけど。全員捜索に出払うとなるとここもちょっと不用心だからね。でもよかったんですか。俺たちの方からも捜索の人手を出した方が。ははは、気にするなって。そっちは病院の先生から成分調査の連絡が来るんだろ。人探しは自分たちに任せて今後の状況に備えておくがいい。しかし警察の連中と協力することになるとはね。レミフェリアでは別に珍しいことではないけれど、よろしくお願いするわね、皆さん。いやあ、こちらこそよろしくお願いします。何かあったら遠慮なくギルドに連絡してきてちょうだい。こちらも何か分かったら支援課に連絡させてもらうから。それじゃあお互い頑張りましょう。ああ、いや、なんていうか圧倒されたな。アリオスさんはもちろんですが、ホープのエステルさんたち、それ以外の人たちも全員かなり腕が立ちそうでしたね。どうやら全員 B 級以上のランクを持ってるみてえだが、若手の実力者があれだけ集まってる支部も珍しいんじゃねえか。それだけギルドもクロスベルという場所を重視しているんでしょうね。裏を返せば警察が動けない状況を見透かされてるんでしょうけど。なあ、こちらもしっかりしないとな。と、ごめん、いきなり変なこと言って。気にしないでください。お父さんが昔警察にいたのは私も聞いていますし、いろいろ複雑で難しい問題があるみたいですけど、でも今回は一緒に協力してお仕事をするんですよね。ああ、どちらかというと俺たちが助けてもらうんだけどね。そういえば一昨日作った手作りのペンダント、お父さんには渡せたのかい？お父さんがお見舞いに来てくれて無事に渡せたんですけど、
父さんどんな顔してたのかな。しばらく黙ってて、その後ちょっとぶっきらぼうにお礼を言われたんですけど。受け取っておくってか。はい、ちょうどそんな感じです。容易に想像できますね。しずくちゃんの前ではアリオスさんも肩なしね。それだけしずくちゃんのことを大事にしてるんだろうな。さてと、それじゃあ支援課に案内させてもらうよ。手を引かせてもらっていいかい。ありがとうございます。そういえばキアちゃんいるんですよね。ええ、例のサイトと一緒にいるんじゃないかしら。しずくさんが遊びに来たら飛び上がって喜びそうですね。嬉しいな。よし、そんじゃ姫をエスコートして帰るとするか。遅すぎんだろ。あの先生、午後には連絡をくれるんじゃなかったのか。病院の受付に連絡したら、どうやら研究室に閉じこもって熱心に調べているらしいけど、薬の成分の解析に手こずっているのかもしれません。もしくはサボって釣りでもしているとか。さすがにそれはないと思うけど。なんだ、まだ例の先生からの連絡はないのか。ええ、何でも調査に熱中して研究室に閉じこもっているみたいで、こうなったら直接出向いた方がいいかもしれません。うん、そうかもしれんな。被害者が出ている以上、薬の成分は確かめておきたいところだ。ギルドからの連絡は任せて急いで行ってくるといい。すみません、よろしくお願いします。そんじゃ、とっととバスでウルスラ病院まで行くとすっか。